未来のまちづくりプロジェクト in 福岡2023成果発表会です。ではこの未来のまちづくりプロジェクトとはどのようなものなのか簡単に説明をさせてください。数多くの応募の中から選ばれた子どもたちが福岡市内のフィールドワークやディスカッションを得て、それぞれが思い描く未来の街をゲームマインクラフトで表現しました。このマインクラフトはプログラミング教育、情報教育、共同学習などの教材として使えるようにした教育向けのもので、子どもたちはマインクラフトイコール楽しいゲームとして認識し、実際にゲームとして遊んでいる子どもも多く、世界中でなんと累計1億本以上も販売されているそうなんです。マインクラフト大変な人気ですからね。皆さんやったことありますか？あまり。手を振ってくれてますけども、 ありがとうね。マインクラフトやってる、そうですか、楽しい、ありがとうございます。本当に今日はホームビデオカメラの量が大変多いですね。ありがとうございます。お待ちなので、はい、行きましょう。行きましょう。今回参加した小学生18名を5つのグループに分け、グループが話し合いを重ねながら子どもたちが考える未来の福岡の街並みを自由な発想で作り上げてまいりました。どんな発表が聞けるのか大変楽しみです。皆様最後までお付き合いください。はい、では早速参加していただいた子どもたち登場していただきましょう。どうぞ拍手でお迎えください。緑のキャップ素敵ですね。本当ね。それでは今回成果発表をしてもらう子どもたちです。皆さん緊張してますか？あ、ちょっとしてますね。ただこれから会場の皆さんにご自身の思いや意見をたくさん発表してもらいたいと思います。皆さん改めまして大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。では後ほど1グループずつ発表していただきますので、どうぞ一旦お下がりください。ありがとう。ちょっとね、後ほどまたお呼びしますね。ありがとうございます。かわいい、本当に可愛らしいですね。そうですね。あ、マインクラフトの T シャツ着てる子もいます、ね。うん、さてこの方がいらっしゃらないと成立いたしません。ご登場いただきましょう。発表会のコーディネートをしていただくのは、日本で7名しかいない教育版マインクラフトグローバルメンターでいらっしゃいまして、参加のお子様たちを指導していただいたマイクロソフト認定教育フェロー福島学先生です。福島先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。わーすごい。はい、皆さんこんにちは。入ってる？あ、こんにちは、よろしくお願いします。先生だいぶポリゴン質な感じですけど大丈夫ですか？そうですね、ちょっとリアルになれなかったんですよ今日。ちょっとオンラインばっかりやりすぎちゃってそうですよね、ご自身がドットの世界に入ってるなっていう。そう爆発したい。剣ですかそれ？そうなんです、マインクラフトの剣で音も鳴るんですよ。すごい、いいだろう君たち。先生大変ユニークな先生なんですけれども、マイクロソフト認定教育フェローということで、はい、大変にね優秀な素晴らしい先生でございます。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では先生ご着席ください。さすがに外させてもらいますね。あ、ちゃんと3次元の世界に、はい、やっと来れました。ありがとうございます。それでは先生お願いします。それではまず最初のグループからお呼びいたしましょう。はい、第1グループの皆さんよろしくお願いします。それでは第一グループの皆さんのまずは発表をしていただきましょうか。はい、題名はスイパー。画面を、はい、ありがとうございます。さあ、はい、名前は古藤修介です。題名はスーパーホテル天神です。僕が作ったのはスーパーホテル天神です。室内はバリアフリーにしました。感想は最初ドキドキしてどんなのかなって思ったけど、一日一日やるごとに楽しくなってきて、スーパーホテル天神を作りました。ありがとうございます。
はい、次お願いします。題名はスーパーホテル天神です。お名前と学年を伺ってもよろしいですか。お名前と学年、はい、お願いします。4年の伊集院啓太です。僕は螺旋階段を頑張りました。螺旋階段は1段ずつ上げていくので地道に積み上げていきました。大変だったけどリアルにできたから頑張ってよかったなと思いました。感想はみんなでやるとどんな感じかなと思っていたけれども、いや、だんだんやっていくと楽しくなってきたからやってよかったなと思いました。ありがとうございます。それでは続いてまず自己紹介からお願いします。題名はスーパーホテル天神です。名前は山口ひかりです。私はホテルの中に猫カフェを作りました。なぜ作ったかというと、ホテルに来た人が猫カフェを楽しんでほしいからです。猫の遊び場や部屋があるので猫を見ながらお茶ができます。他にキャットタワーも作りました。それからホテルの壁も作るのが大変でした。なのでザ・スーパーホテルに来てください。ホテルにジェットコースターも作りました。他にもプールや噴水も作りました。参加してみんなの協力を感じたり、大きな建物を作ることができました。他に普段使っているマイクラより物が増えたので、初めは何が何だか分からなかったけど、だんだんこれはこう使うと分かってきました。今後は一人ででかい建物を作ってみたいと思いました。ありがとうございました。それでは続いてお願いします。小田彩奈です。4年生です。題名はスーパーホテル天神です。工夫したところはステンドグラスをつけたところです。ホテルをおしゃれな空間にしたかったからです。たくさん座席を作るのが大変だったけど最後まで頑張りました。感想はホテルを作っているとき、わからないとこがあれば同じ班の友達が作り方を教えてくれて協力して完成させることができました。完成させることができて嬉しかったです。ありがとうございました。第一グループの皆さん、素晴らしい発表でした。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて第二グループの発表に移りたいと思います。第一グループの皆さん、ありがとうございます。それでは第二グループの皆さん、ステージにお願いします。はい、いいよ、入って。さあ、準備できてますかね。お願いします。ではまず最初に自己紹介をしてもらって発表をお願いします。どうぞ。5年生の篠原東亜です。題名は魚ホテルです。天神は大きくて迫力のあるビルが多いですよね。なので僕たちはもっと大きくて迫力のある、ビルを作りました。上に魚の旗が立っているところが特徴です。感想は友達と最初はうまくいかなかったけれど、最後らへんは大きな建造物などで迫力が出るようになったので、とてもよくできたと思います。ありがとうございます。では続いてお願いします。5年生の山下つついです。私が作ったのは桜の家です。天神にはビルや近代的な建物が多いので、あえて和風の家を作りました。アップデートで追加された桜をたくさん使ったり、なるべくピンクなどを使ってピンクで統一して丁寧に作りました。洋風の人が多かったので和風にしてみました。感想は、今まで洋風しか作ったことがなくて和風を作ったことなかったけど、和風に挑戦してみて難しかったと思いました。ありがとうございました。では続いてお願いします。6年生の吉田萌音です。私が作ったのはペンギンショップ&カフェです。ペンギンショップを作った理由は、動物園に行かなくても街中で気軽に可愛いペンギンと触れ合えて、ペンギンに癒されほっと一息つく
ことができる場所があったらいいなと思ったからです。お仕事が忙しくて疲れた日でも休憩時間にペンギンショップに来てリフレッシュしてもらいたいと思いました。ペンギンショップの周りには日本を代表する花でもある桜の木を作りました。世界中から来た観光客が日本は自然豊かで美しい場所だということを知ってもらいたいと思ったからです。感想は、初めてプロジェクトに参加して最初は緊張していました。だけどだんだん慣れてきて班の人と協力して街づくりができました。参加してよかったと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にお願いします。5年生佐野晴臣です。自分が僕が作ったのは水のテーマパークです。水族館とプールが混ざった不思議な水族館です。色とりどりなのがここのいいところです。感想は、最初は意見が合わない時もあったけども、みんなと協力して完成できたので良かったです。ありがとうございました。第2グループの皆さん、素晴らしい発表でした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。それでは交代してもらいましょう。続いて第3グループの皆さんが入ってこられますので、第2グループの皆さん、ありがとうございました。いや、福島先生、本当に子どもたちのこの街を考える想像力ってのはすごいもんですね。かなりですね、レベルが高いというですね、発想がですね、天神のことをしっかり考えた上で何を作ろうというのをちゃんと意思表示してくれたので、とってもすごいと思いますね。この後も楽しみですね。はい、よろしくお願いします。それでは第3グループの皆さん、発表をお願いします。はい、4年生の橋口琴美です。作ったものは天神桜通りです。作ろうと思った理由は、天神の町に桜がたくさんある場所があったらいいなと思って作りました。感想は、最初は意見が噛み合わなかったけど、班のみんなと意見、班の仲間と意見、力を合わせて最後まで完成できたことが良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、続いてお願いします。名前、増田式、題名、桜パークハウス。桜がモチーフの建物を作りました。天神にはビルが多く自然が少ないので、ツリーハウスを作りました。その中では、桜が実際に舞う空間でお昼寝をしたり、クリエイティブな空間でいろいろなことができる空間を作りました。感想は、初めてこのプロジェクトに入って自分の作りたい未来の建物が作れたので楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは第3グループの最後の方、お願いします。6年生の岡優香です。作ったものは桜ビルです。桜の中にある自然豊かなビルです。天神にはたくさんのビルがあって、自然が少ないと思ったので、大きなビルの周りを桜でいっぱいにして自然豊かな天神を作りました。感想、このプロジェクトでいろんな人と協力しながら天神の街を作ることができました。班の人と意見を出し合いながら建物を作ることができて、とても楽しかったです。ありがとうございました。いや、皆さん、とても丁寧で分かりやすい説明でした。もう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。それでは第4グループと交代になります。第4グループの皆さん、お願いします。福島先生、去年私も担当したんですけれども、結構自然とかってキーワードに入ってきますね。そうですね、基本ですね、子どもたちは自然と水がすごい大事に思ってるみたいですね。そうですよね。何の自分から伝えたことは全くないんですけども、本当に、あ、そうなんだと思ってしまうようなことが多い。それも福岡の子どもたちがとても多いですね、はい、その発想が。そうですか、それでは次のグループですね。はい、それでは第4グループの皆さん、お願いします。藤田浩希です。6年生で、僕は競艇場を作りました。作った理由は、娯楽になる場所を作ろうと思ったからです。真ん中に木を植えているのは、緑があったか方がいいと思ったからです。横約150マス、縦も100マスあり、実際にレースもできるので、ぜひぜひ見ていってください。感想は、
かなり大きくできたのでいいと思います。ありがとうございました。それでは次の方お願いします。6年生の夏田優太で、僕が作ったのは競艇場の観客席です。大掛かりな作業で少し苦労したんですけど、ファンの人たちと一緒に作成できました。感想は、僕自身もマルチプレイでこんなに大きな建物を作るのが初めてなので、みんなで一緒にできてとても達成感がありました。ありがとうございました。それでは最後にお願いします。6年生の森大地です。僕が作ったのは歯型の森で、この森にはいろいろな種類の木が植えてあり、地面にも草や花が咲いています。他にもすごくでっかい木を作ったりしました。でっかい木は3本立っています。みんなで面白くできたし、クオリティも悪くなかったので良かったです。わかりやすい説明でした。ありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。それでは第4グループの皆さん、ありがとうございました。第5グループの皆さんと交代になります。福島先生、はい、緑と水っていうキーワード出てきましたけど、水は水でも競艇場ですね。さすがにですね、初めてでしたね。自分も30個か40個ぐらいマルチプレイのワークショップしたんですけども、競艇場かみたいな、実はちょっと無知ネタになるんですけど、最初ですね、はい、競馬場を作ろうと言い出しましてです、あ、馬の方だった、馬の方だったんです、でもちょっと福岡市競馬場じゃないんじゃないのかなっていう話をして、はい、あったーって言ってですね、こういう形になりますね。水出しみたいな感じ、衝撃でしたね、あれをです。では続いてのグループもどんな発想が出てくるのか、はい、とても楽しみです。最後のグループ、第5グループの皆さん、お願いします。はい、どうぞ。小島翔生、題名空飛ぶオランダ船、飛べる貿易船をイメージして作りました。これが福岡の天神にあれば、費用を最低限に減らし荷物をたくさん運べると思ったからです。船の後部にはブレーキがあり、唯一降りられる場所になります。感想、僕はこのプロジェクトに参加して、天神では使う費用を減らし、物の輸送を行う必要があると思いました。今回作ったオランダ船のように課題を解決できるものがあれば、天神の環境はより良いものになると思います。ありがとうございました。それでは次の方お願いします。6年生の神谷ライスレイカです。題名はランランカフェです。なるべく明るい色を使って外装を整えました。内装は白と水色を中心として作りました。建物の外は自然をイメージして噴水を作ったり、さまざまな種類の木を植えました。感想は、これまでになかったような経験ができてとても嬉しかったです。ありがとうございました。それでは最後の発表になります。お願いします。4年生の山村和孝です。僕はクロックタワーを作りました。クロックタワーは天神どこからでも見えたらいいなと思って大きな時計塔を作りました。内部に回路を作って時計の針が動くようにしました。作ろうと思った人はいろんな人が一度も時間が分かるといいと思ったからです。感想は、一人じゃ作るのは難しかったけど、グループの人と協力して作ったので作ることができました。ありがとうございました。皆さん拍手お願いします。これで全ての発表が終了となりました。それではですね、改めて発表者の皆さん全員にもう一度ステージに来ていただきましょうか。みんなおいで。それでは皆さんどうぞこちらへ。ちょっとね、貿易船ってのもなかなか面白いですね。ですね、これも初めてでしたね。貿易船みたいな、確かに福岡は貿易をですね、されるという国際的に、ね、ちゃんとそういったその福岡の街に即したそういう想像をしてるわけですよね。そうなんです。それではですね、はい、これから全てのグループの発表が終わりましたので、はい、先生に最後のまとめをお願いしたいと思います。まとめですか。ごめんね、暑い中ちょっとだけ話させてもらうね。眩しいよね。一歩下がろうか。そしたらちょっと暑いよね。ちょっと日陰の方行きますか。さすがに暑すぎるよね。ごめんね、こんなに暑くなるとは福島も思わず。ですね、今回の子どもたちはですね、何回目か分かりません、4回目ぐらいになりますけども、はい、なんとですね、なかなか福島が思ってもいなかったもうワールドをいっぱい作ってくれました。多分君たちが一番だと思います。発想力はちょっとね、コミュニケーションが最初ドキドキしてたんですけども、だんだんですね、
言い合うというわけですが、意見をぶつかり合うことでだんだん仲良くなってきて、最後にはみんなね仲良くワールドみんなで作ることができました。本当によく頑張ったと思います。今日はありがとうございました。頑張りました。皆さんよく頑張りました。先生ありがとうございました。それではですね、ここでフォトセッションといたしましょう。先生真ん中にお願いします。では皆さんちょっとギュッと寄ってもらって、ステージの真ん中にお願いします。あ、でもそうね、並びますか。ちょっと端ちゃうかな、2列に並ぶ。でもね、時間ないね。2列がいいですかね、カメラマンさん。あ、大丈夫ですか。大丈夫、はい、わかりました。前見て前見て。今日はお父さんお母さんにご褒美何買ってもらおうかなと思いながら、はい、ニコニコで、あ、イエー。最初は何もなしでしょうか。最初は何もなしで、ありがとうございます。そしたらお父さんたちの写真撮影の時間が作った方がいいですよね。皆さんご自由に写真を撮られてください。お揃いの帽子って可愛いですね。並ぶとこんなに綺麗なグリーンが、ね、私たちも欲しいね。2列になりましょうか。入りますかね。ここ男性高いと後ろ、制服とこだけ前、ゴー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 。じゃあちょっと暑いですけど、前に出た方が多分撮りやすいかな。大丈夫ですかね。中腰よ、前は中腰、前中腰、板に中腰、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 真ん中寄って中腰、もうちょっと巻いて、はいはいはい。中腰わかるか。おっさんやないかいな、腰痛めてたらダメだぞ。大丈夫、よし、はい、前向いて、お父さんお母さんどこかな。どうでしょう、皆さん撮れました。もうちょっとこっち側向いてくださいとかあったら、手を挙げていただいたら。いかがでしょう、よろしいでしょうか。皆さん大丈夫ですか。それでは皆さんありがとうございました、はい、それではフォトセッションは以上とさせていただきます。で改めまして、発表してもらった子どもたちに今一度大きな拍手をお願いします。いや、素晴らしい発表ありがとうございました、本当に福島先生あれですね、こういった子どもたちの発想力がまさに未来を育んでいくわけですからね。そうですね、本当に福岡の子どもたちすごいなとですね、本当に思ってますので、はい、ぜひぜひ今からもマイクラでいっぱい作ってほしいと思います。はい、以上をもちまして未来のまちづくりプロジェクト2023成果発表会を終了といたします。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。